こんにちは、まほです。いつもありがとうございます。中キレでは中からキレイになる情報を発信してまいります。私は港区のスタジオで食を中心に中からキレイになる活動をしております。具体的には料理教室、ワイン会、お菓子の製造販売、ケータリングなどを行っております。今日のお題は今すぐ捨ててたまりがちなもの4選をお伝えしたいと思います。ついついたまりがちなものってどうしてもありますよね。典型的なもの4つ今日はお伝えします。対処方法についてもお伝えしていきたいと思います。キーポイントは無料ということです。ただということになります。4つお伝えします。1つ目、保冷剤。2つ目、試供品。3つ目、醤油パック。4つ目、これ重要です、いただき物。以上4点お伝えしたいと思います。1つ目、保冷剤。冷凍庫に必ずあるのではないでしょうか。自動的に冷凍庫にしまっている人多いと思います。そして気がつくと冷凍庫が保冷剤の山になっているということよくあると思うんですね。意識的に定期的に捨てていかないと減っていかないものでもあるんですね。大きいのと小さいのが 1,2 個あれば十分かなと思っているんです。冷凍庫がパンパンになっているんだとしたらほぼ捨ててしまっていいかなと思っています。せっかくもらったしっていう気持ちがあるんですよ。ただでもらうということはですね、無料でついてきたものなので必然性がないんですよね。すぐに必要なものではないということなんですよ。そこを今回の4つともポイントになってくるかなと思います。2つ目、試供品です。試供品でもらうので自分で買ってるものではないんですよね。必要ではないものに当たってしまうんですよ。せっかくもらったしっていう気持ちがあるんですね。今回のキーワード、ただでもらったものっていうものになります。化粧品とかですと普段自分が使っているものがある上にもらうわけなんですよ。これ使ってみてということで企業が宣伝としてくれるものなんですけれども、旅行に行った時とかいつか使ってみようっていう感じで取っておくんですよね。古くなってしまって、で試供品には使用期限とか書いてないものがほとんどですので、いつもらったかわからないものは全捨てしてしまっていいかなと思ってます。3つ目、醤油パック。お寿司買った時についてくるガリとか生姜、わさびとかそういうものも含まれます。醤油パックなどということで、食品を買った時に付随してついてくる薬味的なものですね。それすべてです。醤油とかもですね、お弁当にいつか入れるかもしれない、毎日のようにお弁当を持ってってる人はまあすぐに使ってしまうかもしれないんですけれども、そうではない人、普通のお醤油、自分が買ったものを使ってるのでつい忘れてしまうということで、わさびだったりいろんなものに言えると思うんですね。それを山のように溜め込んでる人って本当にいるんですよ。賞味期限書いてませんので、その場ですぐ使い切ってしまう、もしくは数日中に使い切ってしまわなければ捨ててしまうというふうに自分でルールを決めていただければと思います。4つ目、いただき物ということです。これ一番捨てにくいものになります。人からいただいたもの、好意でくださるものなので、それが一番捨てにくいものになります。考えてくださるものなので気持ちがこもっています。だからこそ捨てにくいですけれども、自分が必要なものというのは自分で買っていますので、たまたまこれすごく欲しかったっていうものをいただくこともあるとは思うんですけれども、必要のないものをいただいてしまうってこと多々あると思うんですね。でこれが一番処分がしにくいものなんですけれども、もういらないものだって自分で気づいてしまったらですね、なるべく早めに処置をするというのが大事になってきます。具体的な方法については後ほどお伝えします。で次に、なぜたまるかということなんですね。今日のキーポイント、ただというのがあります。ただでもらうものというのは必要に迫られていないから買ってないものなわけですよ。今回の4つに共通しているのが、ただでもらってラッキーだけれども絶対に必要なものではないというところなんですよ。これがポイントです。特に4番のいただき物というのは、もらった人に申し訳ないという気持ちがありますので、特に処分しにくいものではないかなと思います。絶対必要ではないから溜まってしまう、この4つについての対処方法について次でお伝えいたします。対処方法です。2つあります。1つ目はすぐ使うということです。すぐ使えるものはすぐ使ってしまうということです。醤油パックしかり、試供品しかりなんですけれども、使おうと思えばすぐ使えてしまいますよね。自分が必要であればすぐ使えてしまうというものになります。お醤油とかだったらちっちゃいパックをこう切って出すのがめんどくさいとかあるかもしれないんですけど、そのめんどくささよりも残っていくことの方が嫌なので、とにかくそっちから先に使うという意識に変えていくんですね。わさびもそうです。わさびとかをもしその場で捨てずに取っておくのであれば、次わさびを使うときには必ずこっちから使おう
って意識を持っていくっていうことですね。自分がいつも使ってるチューブから出すのではなくって、こっちから先使っちゃおうっていう意識に変えていく。それがなければもうその場で捨てるという決断をするということです。2つ目は基準を決めるということです。保冷剤にしたらですね、何個までとかだいたい決めるんですね。まあ、例えばこの袋に入る大きさまでとかって決めるんです。入りきらないものは処分していくっていう風にするといいのかなと思います。数を決める、スペースを決めるっていう風にするとやりやすいかなと思います。一番やりにくいのいただき物だと思うんですけれども、いただいて嬉しい、使いたいと思ったらもうすぐに使うっていう風に決めるんですね。自分では使いこなせないなと思った時には、新しいうちにすぐに誰かにあげるとか、喜んでくださる方にあげる、もしくは売るという選択肢がベストです。持ち流れてしまって何年も何年も経ってしまった古いものを誰かにあげるっていうのは、あげる人にもちょっと失礼ですし、物に対しても失礼な気がするんです。いただいた方にも失礼なので、より失礼でないやり方としては、いただいてフレッシュなうちがベストなんですよ。なるべく早く決断をするということですね。持ちながらえないということ、すべてのものを使うなら自分で使っちゃう、で楽しんで使うっていう風にしていただけると、物も喜ぶし、いただいた人の気持ちもそれで浮かばれるのかなという気がします。もうそれを使わないでどうしようどうしよう取っておいて10年後に捨てるっていうのが一番かわいそうかなと思います。今日のまとめです。今すぐ捨ててたまりがちなもの。今日お伝えしたいポイントは4つでした。1つ目、保冷剤。2つ目、試供品。3つ目、醤油パック。4つ目、いただき物。以上4点をお伝えいたしました。キーポイントはただということです。無料でもらったものということになります。無料でもらうということは自分でお金を出していないということで、絶対に必要なものではないというところがキーポイントになります。必ずしも必要ではないけれども、いただいたら嬉しいと思えれば、その場ですぐ使うという意識にしていただけるといいのかなと思います。お醤油とか、あとは試供品などはもうすぐに使ってしまう、誰かにあげるとか処分するとか、早めに処置をしていただくというのがいいのかなと思います。一番ネックなのがいただき物かと思います。心がこもっています。捨てにくいです。そしてあげにくいです。自分が使おうって思ったらもうすぐに使う、使わないのであればなるべく早く自分の手から離すという意識にしていただくと、物も人も喜ぶのかなと思いますので、ぜひやってみてください。今日からやってみていただけるといいのかなと思います。今日の総まとめです。たまりがちないただき物は、貯めない意識を強く持って、自分なりのルールを決めて、いろんな人に幸せに使ってもらって、物も自分もハッピーになって中切れになれたら嬉しいですね。今日は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の YouTube でお会いいたしましょう。